な。もうあんまり外に出るのが好きじゃなくて、家で映画鑑賞だったりっていうのが好きなので、もう本当に基本的にインドアです。はい、バドミントン競技は結構海外転戦で、まあ他の競技と比べて忙しかったりするので、疲れちゃって日本帰ってきた時とか、バドミントンしてる時以外はだいたい家にいて YouTube 見ながら寝てる、寝落ちしたりとか Uber Eats して家でご飯食べるとかが好きです。ちょっとわかんないかな。プライベートそんな一緒にいることがないのもあるんですけど、試合終わってからとかもあんまりわかんないし、疲れてるのかなぐらいです、わかるとしたら。もう一緒で、普段連絡取ったりもそんなにないし、仕事とかバドミントンのことでしか連絡取ったりしないので、まあ、ある意味それがオンとオフの切り替えにうまくなってくれてて、まあ詮索したいわけじゃないですけど、まあ興味ないわけじゃないですけど、知らなくても全然問題ないし、仲良しだからいいかなって思ってます。せーの。特にないです。隠し事とかないんですよ、二人で、お互い多分。だから直してほしいとこ、多分出てきたらすぐ言ってると思うんで、ってことはないんだと思います。はい。せーの。あんまり、多分さっきも言ってくれたように、明るい感じは変わってないので、自分は変わってないかな。先輩は変わってないですね、間違いなく。僕は昔はやっぱり陰キャだったんで、ちょっとね、ネクラな方だったんで、今となっちゃこんなんですけど、昔は結構おとなしくて人前に出るのとか嫌だったんで、そう思うと180度変わったかなと思います。めっちゃ変わりましたね、本当に。変わったっすね。もう全然笑いもしなかったですからね。はじこりましたよね。喋りかけてもなんか笑わない感じだったんで、もう今全然変わりました。よかった、笑い。うわぁ、ちょっと待ってください。えぐい。はい、はい、せーの。まあまあまあ、ね、ちっちゃい時に結構何でもできてて、まあ、水泳だけ唯一できないっていうのがあったんですけど、その他は全部習い事をやったり、お父さんとやったりしてたので、ゆうたくんにはできるかなっていう。いや、マジでいい勝負すると思います。僕も結構運動神経いいって言われて生きてきたんで、まあ、今となってはね、なかなか長距離とかは確かにあんまり得意ではないですけど、昔はやっぱたくさん走るの好きだったし、人よりも足速かったし、まあだから今こういうプレーができてるんだろうなとは思いますけど、先輩もめちゃくちゃ運動神経いいんで、これはちょっと悩みましたね。せーの。はい。もう東京で悔しい思いをしたので、パリオリンピックでは金メダル取れるように頑張りたいと思います。はい、メダル獲得は素直に嬉しかったですけど、まだ目指す先があるっていうのも現実ですし、2人で力を合わせてパリオリンピックで金メダルを取りたいなと思います。スマイルスポーツ読者の皆さん、こんにちは。バドミントン混合ダブルスの渡辺裕太と東成沙です。混合ダブルスの魅力は、男子ダブルスのスピード感だったり、女子ダブルスのゆっくりな展開や配球だったり、それをミックスさせたところがすごく魅力的だと思います。2024年パリオリンピックでは、2020年東京オリンピックで果たせなかった金メダル獲得を
目指して2人で一生懸命頑張っていきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。